ゴルフに特化した、体幹トレーニングということですけども、まあ、体幹ですね、をしっかりと、した上で腕を振る、足を使うということですね、胴体がちゃんとしっかり、軸を作って腕を振る、足で踏み込むとかですね、そういうことが重要になってくるんですけれども、まあ、どういうようなね、練習をしたらいいのかっていうと、まあ、まずは腕をね、振るってこれだけでもいいです。体幹が安定した上で、ね、今度は前傾の角度を作って、このようにで体が起き上がらないように気をつける。これだけでも十分体幹トレーニングになります。まあ、それにこう足を付け加えるというかね、こと足と手を合わせていくと、かなりゴルフ的な、動作になります。まあ、これ足を踏み込みと、これと腕の振りを連動させます。どういうかと形かというと、このような形姿勢から腕を振りながら足を上げる、このような感じですね。この時体幹軸しっかり安定させて、腕と足を交互に振っていくと、この腕の鋭い振りと足をこううまくこういうふうにバランス崩しちゃいますね。腕の振りと足とこうバランスよく、これがゴルフスイングとつながっていきます。割とこのように振るとですね、体幹部とか足とかね、ぐにゃぐにゃしたりする方ってなかなかうまくいきません。このようにうまくね、腕と足を鋭く使えないんですね。これはやはり体幹部が安定していないという証拠。まあ、これがゴルフスイングに非常に重要な、ポイント、練習の、になります。まあ、これをやってからね、腕を振るゴルフスイングをしてみると、非常にですね、関連性が出てきます。しっかりと足を使い腕を振る、それでいて軸を安定させて、体幹背中ですね、お腹、腹筋、背筋が、きっちりとした状態で振ることができればスイングが安定していきますので、体幹トレーニング、ここら辺の練習をやってください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフメールマガジン、 YouTube では伝えきれない内容を詳しく限定動画と文章で解説、定期購読はもちろん、バックナンバーのみでも購入可能、月4回配信しております。そして、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。